僕ただの多分漫画とかアニメ好きが今それがちょっと仕事になってるだけなのかもしれないです。おもちゃにこう関わる仕事はしていきたいなと思ってますけど、まずは僕の中ではその導入が原型師っていうところだったんで、今まずそこをちょっと極めたいなと思って頑張ってます。うちの大学は結構いろんなことを勉強できて、そこで結構プロダクトやってみたり、ウェブデザインやってみたり、グラフィックデザインやってみたりとか、でその中で結構やっぱプロダクトが僕は好きだったので、まあなんかその辺も今にちょっと通じるものがあるのかなとは思います。大学にフィギュアメーカーのバイトの広告があったので、そこに友達と2人で応募したのがきっかけです。いやー、未だに原型作るのはしんどい部分はたくさんあるんですけど、好きでやってることだから辛いことってあんまない気もしますけどね、あえて言うなら修行時代っていう感じですかね。前職ではすごく修行っていう期間が自分の中ではあったので、その期間はなんとか技術を身につけて迷惑かけないように日中仕事をして、かつ家でその後自分で物を作ってみたりとか、そういう風に時間を使ってたので結構大変でした。それが辛かった反面、楽しかった部分でもあるんですけど、自分がやっぱやりたいことはあるんで、それはあまりこう原作とかコミックからキャラクターの印象は変えたくないので、なるべく絵に合わすっていうのを一番大事にしてますね。爆豪はもうやっぱしメインキャラクターなんで、たくさんフィギュアがもう出てるので、そこからいいなと思うところをたくさん抽出して、そこから自分でやるんだったらどう作るかなっていうのをまず考えて、そこからまあコミックとかアニメとかそういうところからどんどんコマを抽出していってまとめて作っていきました。インスピレーションとしてはチーム戦なのにちょっと暴走してデクと1対1で戦おうとするシーンがあるんですけど、そのちょっと暴走したシーンからイメージしました。でもそのまましちゃうとちょっとシンメトリーがきつすぎたんで、まあ、そこからちょっと立体映えするように車に構えさせたりとか、そういうアレンジは入れてますね、はい、ちょっと相手を威嚇するような怖い感じもあるんですけど、幼さもちょっと感じるし、そのなんかがむしゃらなガキ大将感みたいなのがすごく好きなんで、憧れのキャラクター設定です彼は。今回爆豪を作らせてもらった時に、最初に僕はデジタルで芯の部分を作って、芯っていうのは例えばポージングですとか頭身バランスとかをまず出して、で洋服とか顔とかは、僕はスカルピーっていう粘土使うので、そういう部分だけは自分でこう粘土で作って、思い描く形が作りやすいのはちょっとやっぱ手で作る方なんで、やっぱりその絵とかの漫画家さんがこう描いてるラインっていうのはどうしてこう描いてるのかっていうのをすごく考えるようになって、今回も先生がどういうラインでこんだけ鼻を出してるのかとか、それを横顔になった時どうなってるのかっていうのを考えていくと、やっぱりそこに変にこう自分の味を入れてしまうと、もしかしたら皆さんが思ってる印象と違っちゃうかもしれないっていうのがあるので、その作品をそのまま立体にするっていうのをとにかく自分がやりたいことですね。顔はだいぶ自分の中では印象通りできたなと思ってて、キャラクターのデザイン的にやっぱりフィギュアはこう置くものなんで、こう置いた時に顔のバランスと全体のバランス、この頭身バランスがちゃんとその高校生の15、6歳の爆豪くんになるように調整はしました。
髪の毛とかはすごく難しくて、こうただのツンツンに見えるんですけど、ちょっとこう平面的に見るとアウトラインがちゃんとコミックの塊になるように、一応位置は全部調整したりとかっていうことはやってはいるので、そこは見ていただきたいなっていうのがあって、あとはこういうちょっと傷がついてたりするんですけど、そういうのもあえて入れてて、それもアニメでもここはしっかり再現されてたので、そういった部分はしっかり入れたいなと思って質感の差は出せるようにはしました。今回その特別な手法ってなると、造形を手分けして制作した部分ですかね。やっぱりゼロスタジオの一員として作ったっていう感覚なので、これはやっぱりみんなと手分けしてやったから自分がここに注力できたなとか、そういった部分ですかね、うん、まずみんなでそれこそ打ち上げ行って、まあ残ったらちょっと貯金させてもらいたいなはい、じゃあでも撮って100枚撮っても全然残るんじゃないですか貯金できます、貯金できますね、はい、頑張ります。黙らせんぞ、ヘイタの